神岡駅前のヘリオスタワーは階層は30階ですが、最頂部の高さは100メートルにも達するそうです。マリンタワーが106メートルですから、その高さはほとんど変わりません。駅前には幹線道路である鎌倉街道が走っています。東口に回ってみましょう。岡村、磯子方面に伸びる坂道が続いています。そして道祖神や石仏が祀られた祠が駅ビルのすぐ目の前に安置されています。はい、こんにちは、並木道夫です。今日は神岡に来ています。私は今神岡駅の東口ですね。西口側は鎌倉街道が走っている表側なんですけれども、こちらの駅裏と呼ばれている東口の方に来ています。で、今日はね、神岡を散歩するんですけれども、今の神岡ではなくて近世の時代の神岡をちょっと探ってみようと思います。近世と言いますと、日本史で言いますと、安土桃山時代から江戸時代の終わりまでということになるんですけれども、主にですね、江戸時代の神岡を取り上げてみたいと思います。で、今私は駅裏の道を歩いているんですけれども、ここはかつてね、森杉田方面に通じる街道でもありました。神岡村のメインの道の一つですね。江戸時代の神岡なんですけれども、大きな道が2本ありました。地図を見ながら昔と今の神岡の道の様子を見ていきましょう。ここが神岡の駅になります。上が組代寺方向、下が日野方向ですね。この赤い線の道が鎌倉街道です。今の現在の駅前の鎌倉街道は、当時はまだありませんでした。あの道はね、一番神岡では最も幹線道路になっているんですけれども、できたのはつい最近といいますかね、昭和30年頃、工事が行われて何年かかけてできた道です。これは昭和32年頃のサイド橋の様子です。この道は旧道ではありません。今の鎌倉街道です。道はありましたが、まだ現在のように整備はされていませんでした。それまでは旧道と呼ばれる、現在のグリーン通り、それから栄通りが、神岡のメイン通りでした。で、もう一本が今私が歩いている駅裏のこの道ですね。この道は森杉田方面に通じる大きな街道ではなかったんですけれども、村の中心を貫く一本の街道でした。当時の神岡は旧鎌倉街道と村を南北に貫く村道とがメインの通りと言えました。街道と村道を結ぶ横の農道が何本もあり、これらの道は現在でも残っています。神岡の中央商店街もかつての農道でした。さて、鹿島神社にやってきました。ここから江戸時代の神岡村の様子を見ていきたいと思います。神岡の駅から見ますと、新装なったヨークフーズのさらに奥、線路沿いの業務スーパーの道路向かいに位置しています。鹿島神社は神岡の鎮守の府と言われています。この神社の創建ははっきりしたことはわからないんですけれども、建久2年というのは1191年なんですけれども、そういう文献も残っています。そうしますとね、鎌倉時代の初め頃には、もう作られていたのではないかということですね。神岡というのはもともと武蔵の国倉木郡大賀郷という場所だったんですね。大賀というのは後に転化して大岡となります。で、17世紀の終わり頃、この大岡が、上下に分かれるわけですね。神岡村と下大岡村に分かれます。で、神岡村というのは現在の神岡東、神岡西の地区ですね。これが、かつての神岡村にあたります。下岡村というのは今の大岡とか、あるいは組代寺の一部ですね。こちらが下大岡村になります。下岡という名前は現在は残っていません。神岡村というのは現在の神岡西、神岡東地区を合わせた区域と一致しています。昔も今も神岡の区域は変わっていません。それでは鹿島神社から線路を越えてかつての村道の道をたどっていきたいと思います。今線路を越えました。この信号は神岡小学校西側信号です。
線路沿いにまっすぐ行くと駅に出ますが、ここから斜めの道に入ります。はい、今ね、神岡小学校西側信号から一本裏手の道に入ったんですけれども、ここがかつての神岡村のメインの通りでした。今はね、線路脇の通りの方が車の通りが多いんですけれども、かつてはこの通りの主に右側に人家が立ち並んでいました。ここから神岡村がサイド橋方向までずっと連なっていたわけですね。今私は神岡小学校西側信号から組王寺方向に向かって歩いています。道路の右側、黄色く塗った部分には神岡村の人家が立ち並んでいました。そしてその左側には農道がありますが、旧鎌倉街道大岡川あたりまではすべて田んぼでした。つまり現在の鎌倉街道も京浜急行もパサージュもヘリオスタワーもすべて田んぼの中にあったとさ、ということですね。右に江戸時代の地図を置いてみました。なんだかよくわかりませんが、大岡川、旧鎌倉街道、そして村道には色を塗ってみました。位置は多少移りましたが、これらの道や川は今でも残っています。この地はですね、江戸時代の初めまでは幕府の直轄地であったんですけれども、17世紀の終わり頃ですね、旗本の治業地となりました。治めていた旗本が2人おりまして、倉橋氏と荒川氏と2人いたんですね。普通一つの村に領主は1人なんですけれども、神岡村の場合には2人の領主がいました。で、領主というのは江戸在住でありまして、この地に赴いて実際に管理するわけではありません。実際に村を管理していたのは名主ですね。2人の旗本にはそれぞれ名主がおりまして、倉橋氏の名主が北見家、そして荒川氏の名主が山の池でした。実際にはこの名主が村を治めていたわけです。かつての村道を駅に向かって歩いています。右側には人家がまばらに立ち並び、左側には電池が広がっていました。神岡村には山に向かう参道が何本もありました。今通るこの小道がかつての参道であったのかは定かではありませんが、村人たちはよく山に入っていったようです。山に入って山菜を取ったり、焚き木を切り出したり、時には畑を荒らすイノシシやシカを捕獲することもありました。神岡村はあまり特徴のある村ではありませんでした。村内に古城やお屋敷などの遺跡はありません。また農産物においても特に特産品と呼べるようなものはありませんでした。平地には田畑が広がっていましたが、村の東側はほとんど山間部であり、あまり生産性の高い農村とは言えませんでした。当時の江南区には14の村があったそうです。どこの村もそれほど大きい村ではなく、だいたい人口は100人から300人ぐらいでした。神岡村の人口も江戸後期の文書の記録によりますと273人とあります。そして戸数が50戸ですね。これだけの人たちが神岡村に住んでいました。まあね、現在と比べるともう全然大きな違いですね。そして電池が27兆、今ね話していると私のすぐ左にね京浜急行があるんでね、電車の音がよく聞こえるかと思うんですけれども、電池が27兆、そして畑が24兆ありました。兆といってもね、よくイメージが湧かないと思うんですけれども、東京ドームの大きさが 4.7 兆ということなんですね。当時の神岡村には東京ドーム11個分の農作地があったということになります。また山に向かう道がありますね。この道も行ってみましょう。登り切るとおそらく潮見台に出る道だと思います。神岡は坂の多い町なんですけれども、特に東側は坂道が多いですね。この急坂を登ると右側にちょっと開けた場所があります。ここは小高い見晴らし台のようになっています。京浜急行も町の様子も一望することができます。ヘリオスタワーと駅ビルはどこからでも見ることができますね。何年か先にはあのようなビルが駅前に立ち並ぶのかもしれません。ヨークフーズの近く、線路脇の角に増田屋さんという和菓子店があります。
この道もかつての村道でした。ここから神岡小学校の階段下までの道は古地図にも載っています。ちょっと山の方まで歩いてみましょう。和菓子屋さんからすぐのところに四つ角があります。この左右の道がかつての村道ですね。先ほどから村道とか参道とか申しておりますけれども、厳格な区別はありません。便宜上家が立ち並んでいた道を村道、山へ向かう道を参道と言っております。突き当たりのお宅で道は左右に分かれますね。どちらに行こうかちょっと迷ったんですけれども、右側の道が神岡小学校の階段下へと続く道になります。右の道へ参りましょう。この道もかつては神岡村の参道でしたが、今は左右に住宅が立ち並んでいます。今倉木公園側の山の方に登っているんですけれども、かつてこの辺りにため池があったんですね。ちょっとね、場所がよくわからないんですけれども、おそらくこの辺であったろうと思われます。私の左手に神岡東公園があるんですけれども、その南側ですね、この辺りにため池がありました。今この左側に道がありますね。これ左側の道行くと公園に行くのかもしれません。神岡の農業用水は大川川の水を使ったのではなくて、ため池の水が使われていました。一つはここ神岡東二丁目公園の南側にありました。そしてもう一つは鹿島神社近くの日産マイカーセンターですね。あそこにもため池がありました。これらのため池から水を引いて稲作は行われていたんですね。神岡の田畑になんでね、大川川の水が使われなかったのかというと、田畑の位置がちょっと高いところにあったからではないかと思います。神岡村はたびたび洪水の被害に見舞われていました。川が氾濫すると作物は水浸しになってしまい、収穫をすることができません。そのため電池は川よりも少し高い位置に展開されたと思われます。道も少し狭くなってきました。ここは一方通行ではありませんから、車のすれ違いは少し大変かもしれませんね。坂を登りきると行き止まりのようですが、ここに階段があります。この階段を登りきると神岡小学校に出るんですけれども、思ったより長いですね。この階段は途中にね、段数が書いてあるんですね。80とか90とか100以上ありました。やっと頂上ですね。ようやく階段を登りきりました。優に100段は超えていましたが、もう途中で何段あったのかわからなくなってしまいました。階段を登り振り返りますと、神岡の町を一望することができます。神岡の町を一望するのは新興寺の駐車場からもいいんですけれども、ここからの眺めもなかなかですね。町の様子をよく見て取ることができます。今では数えきれないほどの家々やマンションが立ち並ぶ神岡ですが、200年ほど前まではわずか50余りの苫屋が立ち並ぶばかりでありました。はい、今ね、神岡小学校まで登ってきました。あの階段の上り下りがね、ちょっときつかったですね。神岡村の農業経済力についてちょっとね、記録が残っておりますので、それについてもちょっと考察していきたいと思います。当時神岡村の、石高は320石でありました。1石とか2石とか言ってもね、よくわからないんですけれども、1石を150キロと計算いたしますと、150×320 ということで、4万8千キロということになります。つまり48トンですね。神岡村の米の収穫高は48トンであった。これをですね、現在の米の倍価で計算しますと、まあ、米の値段というのはね、いいお米からいろいろ種類が多いんで、値段も、まちまちなんですけれども、仮にですね、1キロ500円と計算しますと、生産高は、2400万円ということになります。これが神岡村の経済力ですね。2400万円、年間2400万円というのが神岡村の経済力でした。村全体で2400万円ですから、ちょっと少ないなという気もします。個数が50個ですから、1個あたりの平均は48万円ということになりますね。年の収穫は48万円、
これは現在の経済感覚から照らし合わせると随分少ないように思えるんですけれども、当時はね、おそらくそれが普通ぐらいであったろうと思います。ですからね、上岡村が特に豊かな村ではありませんでしたけれども、特に貧しい村ではなかったのかと思われます。米の収穫をもちまして年貢を払わなければならなかったんですけれども、それ以外に上岡村の農民にとって負担となったのが助郷役です。助郷役というのは近隣の宿場に出向いてですね、大名行列の際にその荷物の運搬をする、そういった役目ですね。まあ、これはね、各村に人数が割り当てられまして、それぞれ近隣の宿場に出向き、大名行列などの荷物の運搬を担ったということですね。上岡村の人々は保土ヶ谷宿に出向いて助郷役を担ったということです。それではもう一本隣の坂道も登ってみましょう。坂の途中右側には上岡東2丁目公園があります。この公園にはかつて新興寺がありました。あと画面からはよくわからないかもしれないんですけれども、この坂非常に急です。ほんの数メーター歩いただけでも息が上がってしまいます。上岡は坂道が多い町なんですけれども、その中でもこの坂道は最も急な坂道かもしれません。公園にはコミュニティホールもあります。小さな子どもたちも遊んでいましたが、それほど大きな公園ではありませんね。小さな公園なんですけれども、かつてここには新興寺がありました。まあ、今新興寺というと上岡のね、東口の山頂にあるんですけれども、あのお寺がかつてここにあったんですね。関東大震災により倒壊いたしまして、現在の地に移りましたけれども、それまでは、ここに新興寺がありました。この辺りはちょっとまあご覧の通りといってもよくわからないかと思うんですけれども、山になっておりまして、マグサバとなっていたんですね。江戸時代においてはこの辺りはマグサバといって、農業の肥料、それから牛馬の飼料となるような草木を採集する場所でした。上岡村の人々は農業や牧畜に必要な草木をこの山間部に入り採集しました。ため池はこの公園の南側にありました。かつては清水が湧き沢が流れていたのかもしれません。それでは再び村道に戻ります。今かつての村道に沿って歩いているんですけれども、道がいくつ通りかに分かれるんですね。おそらくね、古地図で見るとこの左手に行く道がかつての村道であったと思うんですけれども、私の正面にもですね、道が続いております。これはね、もう200年以上経っておりますので、かつての道がそのまま残っているということはないと思うんですね。かつて農道でありましたのでね、その道も、いくつにも変わっているかと思います。とりあえずですね、かつての古地図に一番近い道でちょっと歩いていきたいと思います。古地図を見ながら歩いているんですけれども、必ずしも現在の道とは一致しません。当然消えた道もあれば新しく生まれた道もあります。見当をつけて歩きましょう。あと古地図を見て意外に思ったこともあります。結構村には道が発達していたんですね。どれも細い道ではあったと思いますが、山間部にも道は網羅されていました。山間部に伸びる細い道などは今より多いのではないかと思うぐらいあります。おそらくその細い道は住宅に代わり、太い道だけが残されていると思われます。上岡村にあった家は全部百姓家でありました。すべて農家だったんですね。ただしその中には兼業している家もありまして、記録によりますと、菓子屋が2軒、豆腐屋が1軒、醤油屋が1軒、大工が5軒、屋根職人が1人、鍛冶屋1人とありました。このようにですね、農業以外の、兼業によって生計を立てているという家もあったようです。江戸時代も終わりになるにつれ、他の産業も行われるようになりました。上岡は純粋な農村でしたけれども、このように街道も走っておりましたので、その街道沿いの、旅人を相手にね、菓子屋などが出されていたのではないかと思われます。上岡村は江戸時代の典型的な農村でした。大きな特色や記録に残るような大きな事件はありませんでした。平穏な村ではありましたが、その平穏を保つために村にはいくつかの掟が定められていました。
ごく当たり前なことばかりですが、山の木や竹を勝手に切ってはならない、他人の田畑を荒らしてはならない、また博打は使用人や子供にも固く禁じられていました。泥棒や博打は江戸時代においても犯罪であったわけですね。この掟を破ると罰金を課せられたり村八分にされたりしました。さて、村道から赤い風船の信号のところに出ました。この先は駅に向かって村道が続くんですけれども、京急の再開発によりこの辺りの道は大きく変わりました。今タクシーが乗り場に入っていきますね。私もこの乗り場にはよく入りました。東口の駅裏からも何本かの小道が山へと続いています。これらの道は皆かつての農道でした。この先には以前花里という料亭があったんですけれども、今は営業していないようですね。ガレージのシャッターが降りていますね。やはりもう営業はしていないようです。上岡ではね、結構有名な料亭でした。一度は行ってみたいと思っていたんですけれどもね、ちょっと残念です。ここからは駅裏のガードをくぐらず右の道へと進みます。左側にセブンイレブンがある道ですね。この道がかつての村道でした。このまままっすぐ行きますと、サイド橋あたりで旧鎌倉街道とぶつかります。ここでちょっと寄り道をします。この先に花屋さんがあるんですけれども、その角を右に曲がります。こちらの花屋さんですね。この角を右に曲がり、ちょっと山の方に向かいます。江戸時代とは関係ないんですけれども、この先に源為朝の祠が祀られています。駐車場の端にあります。ずいぶん小さい祠ですね。それでも未だ花が手向けられています。信西八郎と言われた源為朝、頼朝や義経の叔父にあたる武将です。為朝は保元の乱に敗れ伊豆大島に流されましたが、それを逃れこの地に隠れ住んだと伝えられています。昭和30年頃の地図を見ると、この辺りは八郎ヶ谷とも記されています。為朝の名前が地名に残ったんですね。それでは村道に戻りましょう。突き当たりを左に曲がると旧鎌倉街道と合流します。大岡川に架かるサイド橋です。ここは新道と旧道の合流地点にもなりますね。この写真は上岡村ではないんですけれども、昭和初期のサイド村の様子です。写真手前は桜岡小学校の敷地予定地、そして奥の方には開通したばかりの京浜急行が走っています。こちらも同じく昭和初期のサイド村の様子です。この写真の奥が現在の別所洋華堂になります。一面に電池が広がり、この形態は江戸時代とほぼ変わらないものと思われます。隣村の上岡にも同じように電池は広がっていました。ここから再び駅の方に向かいます。左手すぐ先が上岡の駅になります。右斜めの細い道が旧鎌倉街道ですね。それでは少し旧鎌倉街道を歩いてみましょう。現在は栄通り、グリーン通りとなっています。この道はもともと保土ヶ谷宿から金沢八景を得て鎌倉へ向かう道でした。江戸時代の上岡村にもほぼ同じ位置でこの道は通っていました。中央商店街の入り口が見えます。この入り口を左に曲がると上岡の駅ですが、その道もかつては全て農道でした。今歩いているこの道を除き、辺り一面には大きく田畑が広がっていました。それでは旧道を右に折れ、青木神社にも寄ってみましょう。青木神社は上岡の駅から歩いても10分はかかりません。青木橋のたもとにある昔からの神社です。参拝者も並ぶほどではありませんが、途切れることなく後から続きます。この青木神社も江戸時代からあったんですけれども、今川の上岡寄りにあるんですけれども、洪水により何度かこの神社は移転しました。住所はね、ここ青木神社だけ大久保になっているんですね。川のこちら側の住所は全部上岡西なんですけれども、青木神社だけ大久保になっている。
ということはね、その頃の名残であると思われます。ちなみにですね、この神社は神岡の鎮守ではなくて、西戸村、大久保村の鎮守でありました。はい、今大岡川の脇の道を歩いています。私の左手が大岡川ですね。そして、右側には青木神社があります。今背中になりましたけれども、こちらは青木神社ですね。今ね、大岡川には豊かに水が流れているんですけれども、江戸時代における大岡川というのは、用水路を引くための重要な川でした。ただしですね、上岡村を縦断していたにもかかわらず、この川の水は上岡村ではあまり使われていなかったんですね。上岡村では先ほど申し上げたため池の用水が使われていました。では大岡川の水は、どこで使われていたのかというと、この下流域にあたる下岡村、それから西戸村、そういったところで、使われていました。川から、用水路を取る口ですね、堰を作ったんですけれども、その堰を作ったのが堰の下あたりか、あるいはこの青木神社近くとあるんですけれども、地図を見るとですね、堰の下のところに堰があるんです。ここは堰の下の笹毛川と日野川が合流するところです。合流した川は大岡川となるのですが、江戸時代の地図を見ますと、この辺りに堰が作られた様子がうかがえます。ところがですね、文献を見ますと、この青木神社の近くにあったとあります。ですからね、どちらに堰があったのか、あるいは2つ堰があったのかもしれませんけれども、そのようにしてですね、大岡川から水を流していたわけですね。現在でもこの用水路の跡は残っておりまして、富士スーパーの後ろ側、それと、牛丼の吉野家の裏の小道ですね、ここがかつての用水路でありました。中央商店街から富士スーパーに入る道があります。太郎丸の裏に出る道ですね。道が曲がりくねっているのもかつて用水路であったということから来ています。大岡川から引かれた用水は川とほぼ平行に下大岡村、現在の大岡ですね、そのあたりに水を供給していました。こちらは吉野家の裏の道です。右手に吉野家の店舗があります。正面が鎌倉街道ですね。鎌倉街道に出るとすぐ左手が上岡の駅になります。この道もかつては大岡川の用水路でした。ただね、この用水路の堰をめぐりましては、近隣の村とも争いがありまして、堰の作り方によっては上岡村に洪水が、起きる恐れがあったんですね。それで洪水が起きないような堰の作り方をしてほしいということで、下流域の下岡村ですね、いろいろ話し合いが持たれたり、あるいはね、葬儀にまで発展するようなこともあったようです。何しろね、お互いに洪水が起きては大変だし、また下流域では農業用水が取れないということになれば、農作物を育てることはできませんから、お互い死活問題であったわけですね。そういったことでね、幾度か争いもあったようです。さて、村の文献に目を通していたところ、ちょっと面白い記事を見つけました。ほんの短い記事ですが、長吉という村の青年のことが記されています。上岡村の長吉といえば、大変な無法者として知られていました。散々の悪事を重ね、村の鼻つまみ、とんでもない厄介者でありました。見かねたある長者が長吉を諭します。もはやこのままではお前は長外れとされてしまうぞ。そうなりたくなければ心を入れ替えて仕事に励め。長外れとは人別帳から削除され、無宿人にされてしまうことです。ここに来て長吉はようやく反省の情を見せます。今後は博打を打ったり、よそに出かけ酒を飲み、遊び歩いたりはしない。心を入れ替えて仕事に励み、母親の面倒を見ると誓います。長吉は土地持ちの百姓ではなく使用人のようでありました。これからは日雇いで生活を賄っていかなくてはなりません。母のために働き、将来はお嫁さんをもらい、子孫に財を残せるほどに頑張ろうと誓いました。長吉の記事はここで終わっています。その後の長吉はどうなったか記されてはいませんが、
ひょっとしたら財を成した長吉の子孫が今も上岡に暮らしているのかもしれません。昔の上岡村にもいろいろな人がいたようですね。それでは旧道に戻り、今度は村のあぜ道の様子を見てみましょう。右手に朝倉クリニックが見えますが、ここを左に曲がり鎌倉街道方面に向かいます。私の後ろに旧鎌倉街道朝倉クリニックのビルがあります。私の正面が鎌倉街道ですね。私の先30メートルほどに鎌倉街道が走っています。今私が歩いているこの道はかつての農道でありました。まあ、田んぼのあぜ道だったわけですね。これがどうしてわかるかというと、古い地図に示されていたということもあるんですけれども、このあぜ道が直角に交わっている地図があります。この地図ですね、少し拡大してみましょう。赤い線が旧鎌倉街道、オレンジ色が農道です。私は今この四つ角に立っています。農道は直角に交わり、田畑が整然と整備されていたことがわかります。この角で道が直角に交わっていますけれども、これがかつての農道であったわけです。そして新しくできた鎌倉街道、私の今すぐ目の前にありますけれども、そこには田んぼが広がっていたということですね。200年前、上岡村の村人たちはすきを持ち、くわを抱え、この農道を行き交っていました。上岡からは少し離れますが、江南中央の江南スポーツセンターまでやってきました。スポーツセンターの裏手には小さな公園があります。そしてその向かいには権現堂と書かれた碑が立っています。かつて当地には寺小屋がありました。はい、今ね、江南スポーツセンターの裏に来ています。こちらね、権現堂というねお宅があるんですけれども、こちらにですね、江戸時代に寺小屋がありました。上岡村の子どもたちもここまで通っていたんですね。まあ、やはり百姓というとね、学問はいらないというイメージもあったんですけれども、やはり実際はね、読み書きそろばん、最低限の知識は必要なようでした。村の仕事をこなしたり、年貢を計算したり、あるいはまた人から騙されないようにもするために、最低限の知識は必要だったんですね。それで、農民の子どもたちも、こちらの寺小屋に通っていたわけです。この寺小屋はね、道雲閣といったそうですね。寺小屋の名前が道雲閣と言いました。当時の農民の、ね、知識なんですけれども、まあ、字が読めない人ももちろんいたとは思うんですけれども、結構ね、識字率は高くありまして、上岡村ではありませんけれども、サイド村では句会も催されたと言います。その時の俳句がですね、花嫁の里から来たる新茶かなという句が残されています。なかなか見事な俳句であると思われます。はい、駅まで戻ってきました。だいぶ歩きましたんでね、そろそろランチにしたいと思います。今日はね、この商店街を抜けて大久保の方まで行ってみたいと思います。大久保橋を渡り、慰霊堂の近くですね。以前この角に鳥吉という美味しい焼き鳥屋さんがあったんですけれども、今はもう場所を移しているようです。こちらですね、新しい店なんですけれども、前を通るたんびお客さんがよく入っていたんでね、ちょっと気になっていました。とんかつ屋さんなんですけれども、喉が渇きました。まずはビールをいただきます。とんかつもいろいろ種類があります。私はヒレカツの定食をお願いしました。あと何気なくメニューを見ていたら、エビフライに目が止まりました。天使のエビフライとあります。これは注文するしかないですね。このエビフライは頭の先から尻尾まで全て食べることができるそうです。さて、エビとともにヒレカツもやってまいりました。ではいただきましょう。はい、ごちそうさまでした。ピンク色のヒレ肉は柔らかくて非常に美味しかったですね。天使のエビフライも丸ごと1本いただきました。どうもごちそうさまでした。それではデザートに梨のシャーベットをいただきましょう。シャーベットをいただいたところで、再び上岡の駅前に戻ってきました。今日はね、江戸時代の上岡村ということでね、いろいろ見て回りました。
まあ、私のね、独自の考察ですので浅はかな点も多々あったと思いますけれども、この動画は学術的な動画ではありません。あくまでも個人の趣味で、散歩で撮っている動画ですので、その点はねご了承いただきたいと思います。と言い訳を済ませたところで、今回の動画の締めとさせていただきます。今回の動画はいろいろ調べたので尺も長くなってしまいました。見ていただけるかどうか心配なんですけれども、ご視聴いただけたら大変嬉しく思います。ということで、それではまたお近いうちに。